はい、どうもナイチンゲールです。今回ですね、こちらの2019年1月に発売されたトミカを買いに行った際に買いに寄ったメガドンキホーテで購入しましたホットイール3台、まあ、多分ミニカーは3つ、1つ2つ3つって数えると思うんですけど、まあ私としては台で数えてもいいでしょうかね。はい、こちらです。じゃんじゃん。まあ前にも紹介してると思うので簡単に紹介しますが、こちら安く手に入れることができたのでとても嬉しく思います。まだこの NSX の開封した時の感動がまだあるままこのレビューをしてきて、すごい幸せな今日は一日となっております。嬉しい、本当嬉しい。いいですね。やっぱ毎月こうやって新しいもの発売してくれるトミカとこの巡り合わせたホットイールと囲まれて、今日はとても幸せで、すごく幸せな気分です。それでは早速話がすぐ長くなってしまうので開封していきますね。これは大取りに取っておきましょう。はい、まずはこの2台からどっちにしよう。ガルフ、 F1、 ガルフ、 F1 のガルフです。独特なカラーリングですね。これ何色って言うんでしょうね、ガルフレーシングの色は。はい、まずブリスター越しによく見て楽しむ。そうですね、ホットイールの楽しみ方、トミカでも一緒ですけど、ブリスターの楽しみ方、やっぱりブリスター越しに一回眺めてかっこよさを認識するという行動にとります。私流です。はい、なのでトミカも箱よりもやっぱりブリスターに入ってるものが好きですね。はい、ちょっとすいません、眺めさせてください。かっこいいな、人もちゃんと乗ってるね。うん、人が乗ってないと嫌ですね、こういうオープンになってる運転席とか。開けて帰ってみましょうか。はい、はい、それでは社名がインディ500オーバルっていう、これもしかしたら架空車なのかもしれないですね。違うのかな、オーバルっていう車なのかな。レジェンドオブスピードって書いてありますね。はい、じゃんじゃ、開けます。なかなかいい感触になったですね。あんまりよくなかった。はい、カード捨てます。あんまり失敗でした。色がいいかも。なんかガルフの色そんな良くないかなと思ったんですけど、いざこうやって手に取ってみるとやっぱりサイドラインで出るだけのことありますね。このカラーリングすごく可愛いですね。へー、結構重量感もある。シャーシもボディもどっちもダイキャストですね。はい、だから重量感あるんですね。かっこいい。やばいレビューちゃんとせーって感じだよ。自分でも笑っちゃう。ちょっと私本当に感情豊かなのか知らないですけど、感動してしまうんですよね。よくあれですね、例えばディズニーランドなんか行っても花火とか上がるじゃないですか。ああいうのってやっぱりもちろん見ても綺麗で感動するんですけど、やっぱ人が作ったっていうのがこう情景に入ってきて涙流したりしちゃいますね。だこういうのも誰かがデザインして誰かが作ってるわけじゃないですか。その人に感謝する気持ちがちょっと出てきて、ちょっとこう込み上げてくるものがあるんですよね。はい、そんなことどうでもいいって。どうでしょう、かっこいいですね。はい、色がやっぱり形はそうですね、そんなに F1 って言うんでしょうね、多分ね。詳しくなくてすいませんけど、 F1 にあまり興味ないんですけど、なんかやっぱりこの色カラーリングが素敵ですよね。はい、33番って書いてありますね。で、脇の方にガルフ、これもベーシックラインなんですよね。なんて書いてあるかな、 FJW09。 ホットミールのマークとか型番とか書いてあるんですけど、あと製造年月日的なこと、これ製造年月日なんですかね、ちょっと私詳しくないんですけど、もし知ってる方いたら教えてください。これなんか2011年って書いてあるんですけど、ってことはですね、もしこれが2011年に発売されたものであったとしたら、そのメガドンキホーテってそんなに激しないような気がするな。メガドンキホーテでは今2019年ですから8年間売れ残ってたってことになるでしょうかね。うん、その辺がよくわからない。はい、はい、とりあえずガルフレーシングでした。今やってみましょうか。これどうか、うわ、早い、うわ、カメラ押しちゃいました、すいません。ごめんなさい。ちょっと遊ぶなって話だよね。これとかしちゃいます、ね、ちょっと口に開けようかな。はい、じゃあエンジンを聞いてみましょうか。これ免許になるのかな。ってなことでこちらで出してみました。はい、はい、あ、なんかこのエンジンに合わないですか、これ。なんか F1 もやっぱモーター系の結構、あ、もっと高いでしたかね、F1 は。ちょっと忘れちゃいました。はい、ってなことで、はい、こちら紹介いたしました。揺れてる。はい、次、はい、ルノースポーツ RS01。 はい、まずブリスター越しにしますね。うん、なんかこういう、あ、揺れてる。これになんかちょっと似てる気がします。はい、かっこいいな、これもな。なんかブルーって言っても、ちょっと落ち着いたブルー。地味なブルーですね、この色は。はい。で、オレンジの。まあ、シャーシがオレンジのスポイラーになってるって感じですね。はい。ごめんなさいね、ちょっと眺めさせてくださいね。はい。屋根のところが白くなってますね。あ、なんかウィンドウのところに何か書いてある。ちょっと暗くて見えないんですけど、隠したらよく見てみますね。それでは、開封いたします。お、うまい具合。はい。ルノって書いてあるのかな、ちょっと光の国によく見えない。そうですね、ウィングのところにルノって書いてある。立体で、かっこいい。
かっこいい、あ、見せろってそういうことですよね。はい、この延長でここ屋根の近くになってますね。でガラスがスモークですね。はい、ホイールが面白いですねこれ。面白い。こういう遊び心がトミカに欲しいんですよね。なんか真面目じゃないですか。まあ、この MCX のホイール一つとっても なんかこうなんですかね、コストを抑えるためなのか、あの実写に忠実なのか、でもこう見ると実写に忠実とは思えないようなホイールですね。まあでもこれはあのマットブラック仕上げ、まあ塗装してない成型色なんですけど、あの艶消しのブラックのホイールになってるんで私は嫌いじゃないです。はい。はい。フロントこんな感じ。なんかルノーって聞くと、あ、なんかルノーっぽいなみたいに思っちゃいますね。はい、サイドこうで、リアがこう、こう、こう、チャージがこうで、上から見るとこうで、ウィングにグモーの立体の文字があると。ね、地味なブルーでございましょう。こちらもエンジンかけてみたいと思います。はい、はい、こちらエンジンかけます。はい、かかりました。どんな遊びやねん。子供かっていうのは、はい、かっこいいですね。で今日のメインイベント、こちらじゃん、なんとメガドンキホテルで298円で購入いたしました。多分定価1000円以上すると思います。知ってる方いたら教えてください。でもこれよく見たらですね、あのバックトゥーザフューチャー3のなんですね。あの私1しかあまり記憶ないです。あ、もちろんあの3も見たと思うんですけど、1の記憶があの鮮烈で、あのあれなんですけど、まあ車はどうなんでしょう、あの毎回なんかリニューアルされてるんでしょうかね。はい、これはちょっとお買い得じゃないの。バックトゥーザフューチャー1955って書いてある。1955年にバックトゥーザフューチャーしたんですね。はい、1955年って言ったらやっぱり、そうですね、年代的にはこうそうですね、こういう、まあ、これはちょっとカスタムしてありますけど、こういうベルエアとかの年代ですよね。はい、あとこの辺の、この辺も多分55年あたりかなと思います。キャデラック書いてないかな、ちょっとテカテカしてて。、まあ、あの50年代ってこういうあの羽がこうついてるような車ですね。インパラもこれベルエア、これガッシャじゃない、ベルエアですね。こういう年代で、こういう車にしてたと思います。あのもちろんあのこういうエンジンがドカンと出てるわけじゃなくて、このベルエアの年代が多分55年ぐらいです。はい、の、の年代にタイムスリップした時に使われたデロリアンですね。はい、うわ、なんかちょっとブリバリするともったいない気がしちゃう。でも298円ですから、ここはどんと行こうや、山田くん。今日はナイチンゲールでした。すごい簡単に開いた。はい、じゃーん、高っ。はい、はい、こんな感じ。ここに行くのではなくて、ストイカトミカのようにこういう風に入ってましたね。で、なんか台座になった部分、これですね。はい、これ、こういう風に始まるんでしょうか。ちょっと違うか。はい、バイバイ。はい、わー、これもすごいわ。まあ、もちろんホットウィールなのでサスペンション機能などはついておりません。すごい造形だ。ボディまず見ていきますけど、こういったエンジンのデコボコなんかはもうボディ一体成型ですね。ホットウィールとかだとボディの下からこうニョキッとこう出てます。内装部品と一緒になってる感じのが多いんですけど、これはボディが成型風にされてますね。はい、で後ろ のドックが作った機械だと思うんですけど、ドックでよかったと思います。こちらプラですね、ブラックの部分は。で、ちゃんと白いなんかペイントをしてて、ここがあれですかね、電源を供給するところで、なんかそこ、そしてちっちゃいタンプ印刷が入ってて、毛が細かいって感じですね。はい、よく入ってますね。で、すごい。室内のダッシュボードの上にもなんか機械らしきものがあって、すごく精巧に作られてますね、これ。で、重さもすごいあるので、そうですね、チャーシもボディもダイキャスト出てきます。わー、よくできてる。これよくできてるよ。これなんかでも、シルバーなんですけど、なんかそのままの色のような気がするんですね、ダイキャストも。違うのかな、塗ってあるのかな。結構、まあ映画でもそうでしたけど、雑な仕上がりわざとでしょうけどね、してありますね。はい、ちょっとごめんなさい、ちょっとゴミ見つけちゃった。私が一つ、タイヤはゴムですね。はい、太ももしたいのであれば、ちょっと映画の記憶が定かではないので分からないですけど、まあ、実写に忠実にしたのか、このホワイトのタイヤに、赤いホイール、この車にはこれ合わないなと思いますね。シックなものにしてほしかったですね。なんでこれタイヤ白くしたんだろう。これ実写が劇中でこうだったんですけど、ちょっとこの写真からではちょっと判断できないんですけど、なんか合わないですよね。多分合わないと思います。でもすごく気に入りました。これ298円だもん。超幸せ。ちゃんとシャーシも普通の車と違って、なんかドックが改造したのかなみたいな、ちょっと普通の車にはない感じになってますね。ね、このエンジンのフロントを見てみましょう。なんか日本車で、だいぶ昔の車なんですけど、ピアッツァっていう車があったんですよ。イスズだったかな。それって、私、
まあ、もちろんボディ形状これに似てると思うんですけど、はい、どうでしょうか。で、あのそのピアッツァって、車の内装ですよね、がですね、なんかあの、まあ、飛行機のコックピットよく見たことないんですけど、なんかその飛行機を連想させるようなコックピットで、あの運転しててすごく楽しい車だなと思いました。私は所有してなかったんですけど、ちょっとあの知ってる方が乗ってて、一回あのお乗せさせて、また敬語がおかしいです乗せていただいた時に、あの感動したのを覚えてます。に似てますよね、その結構ピアッツァ知ってる人はいないかもしれない、ピアッツァネロとかって言って知らないでしょ、それにすごく似てますよね。まあ、これは本当にあの特な一台になりました。結構ミニカーなんかも、その購入経路とか、あの思い出が詰まったりしますよね。まあ、ミニカーだけに限らないんですけど、あ、そういえばあの5年前に購入したミニカー、そういえばこういう時こんなことあったなとか、あそこで見つけて買ったんだなみたいな思い出と一緒になんかこう蘇ってくるものあるじゃないですか。そういうのも楽しかったです。今回ですね、この今月 の, あのトミカとこのホットウィールを購入した、なんかこう幸せな気分はなんか、思い出に残るような気がします。でこうやってYouTube にアップさせていただいたのもとても光栄に思っております。はい、では今日のちょっとこの走行したいですね。ちょっと待ってくださいね。はい、じゃあまず NSX を聞いてるのが分かったから、こちらはちょっと排除してもらいましょう。はい、デロリアンのコロソークいきましょうか。はい、結構ゴムタイヤの割には転がりがいい気がしますね。もしかしたらずっと在庫で残ってたのでタイヤが経年齢から硬くなったのかもしれないですね。はい、こちらか。てなわけですね、今日はこの3台を、2019年1月トミカを買いに行った帰りに、この NSX の電池を買いに行ったのがきっかけで出会えた3台となりました。はい、最後にそれから NSX のエンジンを聞いて帰りを皆さんと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。バイバイキン、チャンネル登録よろしかったらお願いいたします。